ちゃいます。秘密酒場店長の大塩です。何名様ですか？一名様ありがとうございます。飲食店あるある。可愛いバイトの女の子が入ると、一時的にシフトが乱れる。でも彼氏がいるのが分かると、シフトが平常運行に戻る。ありがとうございます。今日は、まだね、沖縄から届いたゴーヤがですね、たくさんありますので、ゴーヤのメニューやっていきたいと思います。今回は、牛肉とゴーヤのオイスターマヨ炒めです。うん。ゴーヤのね、苦味っていうのはオイスターでもあるんですけども、ね、苦手な人もやっぱいると。でも苦手なまま食べさせてもね、好きにならないじゃないですか。なので、マヨネーズでね、ちょっとまろやかさを出して、苦味を抑えつつ、牛肉のオイスターとね、一緒に食べてもらえればと思います。それでは、作っていく。
はい、炒めてる間にね、少し書籍の宣伝をしたいと思います。7月27日の月曜日に、大城の作品が載ってる、ね、新作、スマホでバズった怖い話1巻2巻が出ます。こちらはね、他の作家さんと一緒に、短編というものをね、集めたもので4作品ずつ載ってますが、大城の作品は1巻に2作品、2巻に1作品載っております。ぜひね、読んでいただければと思います。概要欄にね、Amazon のリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひ見てみてください。はい、それではいただきたいと思います。いただきますよ、普通噛むかね。まあ今回は牛のこれハラミかな使ったんですけど、牛肉まあお好きなもので何でもいいです。薄切りのお肉でもいいですし、はい、赤身でもいいですし、お好みのね好きなお肉使ってください。ゴーヤの苦味はねしっかり残ってますが、マヨネーズのコクとねオイスターソースの旨味で、とても美味しく食べれると思います。ちょっとねワンパターンになりがちなねゴーヤチャンプルーとか、まあチャンプルー系っていうよりもどちらか中華に寄せても、ゴーヤは合いますので、ぜひ、ちょっとね少し、まあチャンプルーとかは少しお肉使うんでね高くなるかもしれませんが、材料、ゴーヤとお肉だけなんで2種類だけなんでね簡単に作れると思います。もちろんね牛肉じゃなくて、牛肉おすすめだけど豚肉とかでも大丈夫です、はい、うまいなこれ。泡盛の方が良かったかな。うん、美味しいですね。こうマヨネーズが大丈夫かなって思うところなんですけども、やっぱり、ね、これがむしろいいかなって感じです。ぜひやってみてね、本当に美味しいから。うん、あれ、うん、うまい。はい、いかがだったでしょうか。牛肉とゴーヤのオイスターマヨ炒め、うん、めちゃくちゃ美味しいんでぜひ作ってみてください。チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。励みになりますのでよろしくお願いします。閉店します。次のご来店をお待ちしております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ゴーヤと牛肉のオイスターマヨ炒めでした。ゴーヤチャンプル以外のね炒め物も結構いろいろあるのでやってみたいと思います。今回反省点はもう少しねゴーヤの厚みを厚くね切った方がいいかなと思いました。あとねマヨネーズのカロリーが気になる方はマヨネーズの量をね半分ぐらいしても十分美味しいのでやってみてください。他のね、マヨネーズゴーヤのレシピもあれば教えていただけると嬉しいです。それではまた次のご来店をお待ちしております。さよなら。